日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はコンビニのアルバイトについて。コンビニ好きですか？コンビニ、日本のコンビニ。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。皆さんはアルバイトをしたことがありますか？アルバイトというのは仕事のことです。でも仕事ほど多くはありません。普通アルバイトというとパートタイムのことですね。僕が大学生の時アルバイトをしていました。コンビニでアルバイトをしていました。僕が大学1年生の時ですね、1年生の時に、僕はお父さんとお母さんから大学のお金をもらっていました。あとは生活をするお金をもらっていました。だけどやっぱり欲しいものがたくさんあった。僕は新しいギターが欲しかった。僕はたくさんの CD を買いたかった。僕は服を買いたかった。僕は友達と居酒屋に行きたかった。だからコンビニでアルバイトを始めました。コンビニのアルバイトは思ったよりも大変でした。いろいろなことをしなければいけませんでした。だけどそれよりもお金がもらえることは嬉しかったですね。だから毎日仕事をしました。僕は夜のシフトを選びました。夜のシフト、その理由はまあお客さんが少なかったし、夜起きておくことはそんなに難しくなかったですね。しかも、時給も良かった、ね、時給というのは1時間にもらえるお金のことですね。時給も夜の方が昼よりも高かった。僕はアルバイトを始めた時間は夜の8時か9時、夜の9時かな、夜の9時から朝の6時、5時、6時、それぐらいだったと思います。結構長い時間ですね。それを1週間に3回ぐらいしていたと思います。経験としては悪くなかったです。悪くない経験。そこで1年ぐらいアルバイトをしました。だけど健康にはあまり良くなかったと思う。あと勉強のためにはあまり良くなかったと思います。僕はいつも大学の授業の時に眠かった。ね、いつも眠かった。はい。まあ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 。懐かしいですね。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。